エミリア街道エミリア街道は、イタリア北部にある古代ローマ時代の街道。現在のピアチェンツァトリーミニを直線上に結び、全長は約270キロメートル。現在のエミリアロマーニャ州を斜めに貫いており、街道沿いに重要な都市を発展させた。アエミリア街道とも記される。アミリアのイタリア語形がエミリアである。ボローニャ市内の通りも、 街道を元にしたリミニ近くのローマ橋。ローマ人は、紀元前268年、アドリア海沿岸にアリミヌムを建設。ポ方平原に勢力を広げ、紀元前218年にポ方川下畔に平営都市プラケンティアを建設した。ローマからアリミヌムまでは、フラミニア街道が紀元前220年に開通している。紀元前187年、執政館。 マルクス・アイミリウス・レピルスによってアルミヌムとプラケンティア島を結ぶ街道が開通。街道は彼の名にちなみアイミリア街道と呼ばれた。街道はその途中でボノニアを経由していた。街道沿いにはムティナ、レギウム、パルマなどの都市が新たに建設された。その後紀元前148年にはプラケンティアから西は、ゲヌは、東は、アクイレイヤに至る。 ポストミア街道が建設された。また、アイミリア街道を北西に延伸する形で、アウグスタ・プライトリア・サラッソルムなどに向かう街道も建設された。紀元前42年頃に、ガリア・キサルピナがイタリア本土に編入された際、アイミリア街道沿いの地域は、第8行政区、アイミリアとなり、エミリア地方という地域名が生まれた。エミリア街道は、現在の国道9号にあたる。 アウトストラーダ A1、A14 や鉄道路線は並走している。ローマ時代のアエミリア街道沿いの主な都市を西から順に以下に列挙する。現在はこれらの都市の領土と東のロマーニャ地方を合わせてエミリアローマーニャ州となっている。ありがとうございます。